折り紙プロダクション対馬義明です。セブン・エイト・ミュージック・キュレート始まりました。今週も音楽というものをですね、さまざまな角度から、考察しながら皆さんにキュレーションしていくことで、より音楽を楽しむヒントを、ご提供できればと思っております。ということで早速最初のコーナーに行ってみようと思いますが、以前ですねこの番組が、スタートした当初、番組パワープレイ、いわゆるプッシュ曲を、ご紹介してたんですが、これはぜひ皆さんにおすすめしたいなというアーティストがですねまた見つかったので、ここでご紹介させていただきます。イギリスのですね17歳のシンガーソングライターなんですが、まだ全く日本では知名度がないんですが、アルフィー・テンプルマンという、アーティストになります。まだそんなね若い、イギリス在住の彼なんですが、なんとですね、日本の松下誠や、浜田金吾にインスパイアされたというふうにですね公言しておりまして、全くね違う国の、時代も違うアーティストにインスパイアされたっていうだけで、まあ、同じ日本人としてねすごく誇らしい気持ちになってしまうんですが、今やですね本当に世界中の10代20代のアーティスト、それからまあアーティストだけじゃなくて音楽リスナーがですね、70年代80年代の日本の音楽にですね非常に影響を受けているという状況になっておりまして、まあこれだけねすごい音楽が日本に実は隠れていたというか、まあ、当時ねなかなかそのインターネットがない時代で日本の音楽っていうのは世界に、うまく普及されていなかったんですよね。でそれが一巡して今やっとですねこんなに、宝のようないい音楽が日本に埋まっていたんだということで、世界中の若者がですねこぞって日本のアーティストを探しているという状況なんですね。でそんな中このアルフィー・テンプルマン、松下誠、浜田金吾っていうですね、まあその決して日本でもものすごい王道に大ヒットしてたアーティストではなくて、どっちかっていうとこう裏方の仕事もしていたり、すごくミュージシャンズミュージシャンみたいな、アーティストをですねよく見つけたなと、まあ、それだけでもすごく驚きなんですけど、そこからインスパイアされて曲を作ってしまうというこの、ハイブリッドの感性がですね本当に面白いなと、やっぱりですねこのサブスクリプションの時代になって、これはすごくポジティブな出来事なんじゃないかということで、このイギリスの17歳のシンガーソングライターアルフィー・テンプルマンをですね今月は激推ししていこうと思います。ということで彼のシングル曲皆さんにご紹介したいと思います。アルフィー・テンプルマンで Everybody's Gonna Love Somebody。折り紙プロダクション対馬義明がお送りしているセブン・エイト・ミュージック・キュレート、次はですね音の裏側のコーナーです。先週から、マバヌアをゲストに迎えて、マスタリングについてですね、お話ししているんですが、特にコンプレッサーという機材にフォーカスしてですね、話をしたところ、想像以上にですね白熱してしまって、かなり、長い収録になってしまったので、何回かに分けて、お送りしております。今日はですねその2回目になります。もしこれを聞いて、興味を持った方はですね、前回の放送もアーカイブが残っておりますので、ぜひチェックしてみてください。それではどうぞ。あとはもう一つあるのはデジタルにおいては、ある領域を超えると、まあ、クリップとかってねよく言われますけど、はいはい、音がバリバリって割れちゃうんですよね。そうですね。でこれアナログだと歪みもいい感じで、ディストーションとかっていうギターの歪みとか、こう気持ちのいい歪みっていうのも、うんうんうん、もちろんデジタルではなければあるんですけど、はいはい、このデジタル領域ではどうしてもクリップできないっていう、はい、ただの雑音になってしまうので、はい、そのためにコンプで、音を叩いて、その分こう余裕ができた分全体の音量を上げるみたいな。あ、そうですね。そうですね。だからこそ迫力が出るっていう風に一見聞こえるので、コンプレッサーを使うっていうのも一つのマスタリングの意味でもあるんですかね。そうですね、はい。まあ、あとはそのコンプレッサーもものすごい、ね、高価なものとか、はい、安いものとか、はい、いろいろあると思うんですけど、そんだけこうなんでみんな種類が出てて、はい、エンジニアはいろんなコンプレッサーを試し続けるのかっていうところで言うとどうなんですかね。はいはいはい、当初はやっぱりその音を整える静音として出てきた
機械なんですけど、はい、もう最近というか、まあ、ビートルズ以降ですかね、あのビートルズのちょうど中期ぐらいの時代、うんうん、まあ、ヒッピー音楽時代の時代からなのかな、なんかエフェクターとしてコンプレッサーを認識するようになってきて、うん、なるほど、だからすんごいその音を潰したりとかして逆にこう面白い音像にしたりとか、うんうんうん、さっきアナログの歪みありましたけど、うん、そのコンプレッサーにどれだけ音を入力するかによって、うん、やっぱりこう大きい音で入力すると、うん、さっき言ったみたいにアナログ機器なんで音がいい感じにこう歪んでくるんですよね、うん、はいはい、なのでその効果を狙って、音を歪ませたりっていう、うん、あのエフェクター的な使い方を、なるほど、結構してる場合もあるので、うん、そのどっちで使うかみたいな、うん、うん、だからドラムを取るときはじゃあその静音という目的でコンプレッサーを使う、はいはい、だけどミックスにするとき最終的にツーミックスに、うん、あのツーミックスっていうのはいわゆる最後皆さんが聞くその CD の音源にする段階ですね、うんうん、まとまった全部がまとまった状態、そうですね、まとまった音を作るときは、うん、エフェクター的にコンプレッサーを使ってるっていうパターンが多いかと思う、はいはいはい、なるほど、じゃあ同じコンプレッサーでも意外と使い方はいろいろあるっていうことですかね、そうですね、だからエフェクティブに使うってなると、うん、やっぱり昔のコンプレッサーの方がかかり方がアグレッシブなので、うん、最近の機械ってなかなか歪まないんですよね、うんうんうん、あのよくできてるので、はいはい、だから静音的な意味で言うと、うん、あの最近のコンプレッサーが多く使われるかなっていうイメージですけどね、なるほど、まあ、性能が高いがゆえにと、うん、なかなかぐちゃってならないみたいな、うん、だからまあ逆に言うと古いものはそういう味があるからその味を今欲しいっていう人はあえて古いコンプレッサーを使ったり、そうですね、うん、だからこそまあ残ってきているというのもあると思います、うんうんうん、多分録音物を過去のものとか聞いてると、うん、やっぱりその時代のなんか音だなって感覚的にね皆さんも分かると思うんですけど、それはやっぱりそういうこう通してきた機材の集合体で最終的にあのなんか60年代っぽいなとかなんか70年代っぽいなっていうのが多分ねコンプレッサーだけではない、もちろんいろんなエフェクターやケーブルやマイクの性能の合わせ技、それであのサウンドがまあできてるっていうことなんですかね、そうですね、そうですね、うん、はい、ということでマバヌアとコンプについて語っていたらですね、どんどん盛り上がってしまいまだまだ続きますので、来週以降にまた、この続きを、放送しようと思います。この後は折り紙サウンズのコーナーです。折り紙プロダクション A&R 藤沢が登場します。折り紙プロダクションの藤沢です。今日ご紹介するのはジェイコブ・コリアーです。もうすでに有名なアーティストなのでこのコーナーで紹介すべきか迷ったのですが、1月にリリースした EP も素晴らしかったので今回はそれをご紹介したいと思います。ジェイコブ・コリアーといえば歌と楽器をすべて一人で演奏した YouTube 動画で一躍話題となり、すでに4回もグラミー賞を獲得している天才マルチプレイヤーです。作曲、演奏、レコーディング、アレンジ、ミックス、プロデュースをすべて一人で行うというまさにワンマンオーケストラなパフォーマンスが彼の最大の特徴だと思うんですが、現在まだ26歳という若さなんですよね。クインシー・ジョーンズ、ハービー・ハンコック、チック・コリア、パッド・メセニーといった大物ミュージシャンからの賞賛も受けています。完全に自分の声と楽器を操っているという印象で、一人で複数のハーモニーを作り出すアプローチはジェームス・ブレイクのような感じとも重なる気がします。グラミーの顔とも言うべきアルバム・オブ・ザ・イヤーを含む3部門にノミネートされた前作ジェシーボリューム3も言わずもがな本当に素晴らしかったですが、先月1月にリリースしたばかりの EP ジャコビアンチルがまた、心地よく最高だったので、この作品からまずは1曲紹介させてください。ジェイコブ・コリアーでイントゥーディープ。ジェイコブ・コリアーでイントゥーディープ
をお聴きいただきました。うん、ジェイコブ・コリアの音楽は宇宙とかこう神聖さを感じさせてくれるような、壮大なサウンドで、国境も何もかも超えて全地球人に優しいというようなスケールを感じさせてくれる曲だと思います。そしてこの次に収録されているスカイアバーブという曲があって、眠りについてしまいそうなぐらい優しい曲調で始まるんですが、この曲は2章に分かれているような構成になっていて、終盤はいろんな楽器が入ってきて、まさにジェイコブ・コリアらしい楽曲だなと思い、こちらも選曲してみました。それではお聴きください。ジェイコブ・コリアでスカイアバーブ。78 Music Curate をお聴きの皆さん、こんばんは、マイケル金子です。ここからは僕マイケル金子が担当させていただきます。毎週この番組で、やってる恒例のジングルコーナーから始めたいと思います。はい、じゃあとりあえず聞いてみましょう。どんな感じになってるんだろう。なるほど。いやもう本当に最初の曲の気配が全くないですね。気づいたのは、僕のボーカルはちゃんと残してくれてたんですかね、一周回って。ありがとうございます。で、まず最初に気づいたのは、リズムが全く変わってますね。いきなりなんかサンバ風、ラテン風になって、でコードも全然違いますね。セッキーさんのギターなんですかね。もうもろラテンサンバになっています。毎回このジングル作るとき言うんですが、もうすでに完成されてるジングルですね。だからどう変えていくかっていうのが、今回の課題になっていくと思います。で、一個気づいたのが、その僕の前回入れた、ボーカルのメロディーですね。このメロディーは前回のコード進行の上に作ったメロディーになります。で、セッキーさんが入れてくれた新しいギターのコード進行の上でも合うんですが、ちょっとその新しく、どうしようかな、新しくそのセッキーさんのコード進行とその新しいサンバ風のリズム、サンバ風の曲になりましたので、この曲調に合うちょっとコーラスっぽいバッキングボーカルを入れようかなと、今回は思います。鍵盤とかベースとか入れていいんですけど、それはもうね、鍵盤がめちゃくちゃ上手い方とベーシストがいるので、その辺は彼らにちょっと任せようかなと思います。だからちょっと次僕の後がひろあきさんなので、彼がもしかしてラップなど乗せれるように、コーラスだけ少し入れてみます。で、考えたコーラスなんですが、よくサンバっぽい曲にありそうな、曲コーラスを入れてみました。なんだろう、ここまでサンバ風の曲にするならちょっと寄せよう、さらに寄せようかなと思って作りました。ぜひ聴いてください。こんな感じです。はい、いかがですか。よくそのサンバ風の曲にあるような、バッキングのコーラスですね。前回のメロディー作った時もそうなんですけど、結構声を重ねてます。この低い声ラン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 を、ダブルしました。その上に高い裏声のラン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 も、重ねてみました。
でさらに人数を増やすその空気雰囲気を作るためにちょっと自分の声を変えて何パターンかその重ねてみました。例えばこういう変な声でとかとか実は薄く入ってます。まあ、バッキングのボーカルするときよく僕が使うテクニックなんですが、本当はまあいろんな人にそのメロディーラインを歌ってもらえたらいいんですが、まあ例えば家でレコーディングしてるとき本当自分一人なので、自分一人でそのいろんな人の声をちょっと再現して重ねてみたりしています。だから今回もそういうテクニックを使いました。まあそのララ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 の間に結構スペースがあるので、まあこれはコーラスバッキングのボーカルとして使っていただき、ぜひ誰かひろあきさんでもかんさんでも、ママさんでもいいので新しいメロディーラインを、作っていただければなと思います。なんかラップなどすごいハマりそうですよねこの上。はい、じゃああともう一個なんかしようかな。その前回もボーカルだけだったので、でも難しいんですよね。はい、じゃあなんかいろいろ考えた上これが一番そこまで変化を、曲に変化をせずになんか足せるって言ったら、そのちょっとサンプルっぽい音を入れてみようかなと思います。で今回僕がいつも音楽作るそのソフトロジックの中にちょっと DJ のスクラッチっぽいサンプルをそのロジックのサンプラーの中に入れました。それはどういう意味かというと、そのサンプラーの中に入れるとその鍵盤を弾くとそのサンプルの音が流れるんですよ。例えば普通だったらそのピアノの音が出るんですけど、サンプラーの中に入れたことによってこういう音が出るんですね。いろいろ入れました。はい、こういうなんか変わったスクラッチっぽいサンプルをダウンロードして、はい、サンプラーの中に入れました。で曲を流してその上にちょっと遊んで入れてみます。もう適当に遊びです。これは聞いてください。意外と合うんですよ。はい、今本当に適当にやってます。はい、こんな感じで遊ぶのも面白いですね。今のは本当に適当に弾いただけなんですが、なんだろう、こういう要素が入ったらまた曲の雰囲気も少し変わるのかなと思います。まあ弾きすぎてもね、曲の邪魔になるので少しでいいんですよ。だから少しバージョンです。これは、これが僕の完成、本日の完成されたジングルとなります。聞いてください。78 Music Curate 引き続き僕マイケル金子がお送りします。ここからは僕の選曲コーナーに入りたいと思います。まあ選曲しながら、曲を説明したり、皆さんが少しでも音楽を楽しめるような聴き方ができるようにいろいろ話していきたいと思います。まあ皆さんね、本当にいろんな音楽の聴き方があると思います。まあ、車でラジオを聴いてる方など、車の中で CD 聴いてたり、またはまあ普通に通勤電車乗ってる時、Apple Music や Spotify、LINE Music など、配信で聴いてる方も多いかなと思います。まあ基本僕は音楽
聞くときはその移動時間とかが多いんですかね。そのスタジオに行くときとか電車乗ってるときで、まあ Spotify など Apple Music のいいとこは新しい音楽にすごく出会えるんですよ。アルゴリズムによって僕が好きそうな曲を、選曲してくれたりするんですが、まあそういう聴き方も普段してるんですけど、最近この2週間ぐらいハマってるのが、まあいろんなプレイリストがあって Spotify の中で、でその年代分けされてるプレイリストとかもあるんですね。例えば80年代のベストヒッツとかいろいろあるんですけど、最近なんか僕がハマり始めたのが、90年代のベストヒッツっていうプレイリストがあるんですよ。ちょっとプレイリストの名前忘れちゃったんですけど、まあたくさんあります、きっと90年代のプレイリストは。で、まあ、久しぶりに、まあ僕は90年代生まれなので、なんだろう、90年代の音楽を久しぶりにまた聴き始めると、もう本当に懐かしくて、ですごくなんか不思議な気持ちになるんですよね。僕アメリカが長かったんですけど、ちょうど90年代をずっとアメリカにいて、なんかアメリカにいる時ラジオでこれ聞いたなとか、すごいいろんな思い出が浮かんで、最近はもう90年代の音楽をすごく聞いています。だから今日の、選曲のテーマは90年代の音楽です。久しぶりにその昔聴いてたような曲とか聴いて、すごく気づいたのが、90年代の曲って本当に素晴らしいソングライティングが多いなと気づきました。トップ40の音楽の中でも曲の、なんだろう、質がいいんですかね。まあそう言い始めたら、まあ80年代の音楽も70年代の音楽の質、トップ40のその音楽のクオリティはめちゃくちゃ高いと思うんですが、最近の音楽も僕大好きなんですけど、まあトップ40の音楽でも、まあヒップホップが流行り始めたり、ラップが流行り始めたりして、そのまあそのトラック重視だったりする音楽が増えてきたなと思いますね。そのトラックや雰囲気を大事にしてる音楽で、90年代ってすごくメロディーがいい曲が多いなと思いました。もちろん僕両方大好きなんですけど、最近の音楽とそのトラックがかっこよかったり、そのプロデュースワークがすごくかっこよかったりする音楽も好きなんですが、まあそのシンガーソングライターとしてすごくメロディーを大事にしてるので、90年代の音楽聴いてたら、あ、このメロディーいいなとか、すごいやっぱこういう曲今ないなとか、すごく、最近思い始めました。まあもちろん僕が90年代アメリカに住んでて、ノスタルジックか、カタカナって難しいですね。英語ではノスタルジックだから、ノスタルジックな気持ちになっちゃうんですよね。まあだから僕の偏見が少しあると思うんですが、なんか90年代の音楽っていいんですよね。で、最初の選曲なんですが、皆さん日本ではこの曲流行ったかちょっと分かんないんですけど、 Natalie Imbruglia っていう、まあ、女性シンガーソングライターで、曲もいいけどそのアレンジも90年代っぽさがすごくあるんですね。まあ、とりあえず皆さん聴いてください。 Natalie Imbruglia with Torn。 Natalie Imbruglia の Torn でした。なんだろう、そのアレンジもそのギターのエレキのそのちょっとアルペジオっぽいリバーブが深めの音色などって、すげえなんか90年代っぽさがあるのかなと思います。まあどうなんですかね、まあ僕がアメリカに引っ越したのが96年で、この曲がリリースされたのが97年なんですよ。だから僕がちょうど5歳の時で、当時すごいラジオで流れてたなと、流れてたのが覚えてますね。まあどうなの、90年代っぽいのかな、ただ僕がアメリカに90年代の時聞いてたからそう感じてるのかなと思いますけど、はい、Natalie Imbruglia の Torn でした。次紹介する楽曲は The Laws の There She Goes です。この楽曲も注目してほしい部分はそのギターですね。やっぱこのエレキの
アルペジオっぽいのってちょっと90年代っぽいんですかね。で、すみません、僕今回90年代の音楽を紹介するって言ったんですけど、まあ、90年代って言ったらマイケル・ジャクソンだったりディアンジェロだったりいろいろありますが、まあ、僕が今日紹介するのは90年代のオルタナポップロックですね。まあ、90年代って言っても本当に幅が広いので、まあ、今回はそのオルタネティブ系の、ポップロックの楽曲を紹介します。今更すいません。で、 There She Goes は結構映画とかに使われてたんですね。だから、まあ、皆さん聞いたことあるかもしれないです。で、このバンド The Lars の本当にこの曲ぐらいしかないんじゃないかな、そのヒットした曲は。ぜひ聴いてください。で、そうだ、エレキのそのアルペジオの感じなどを、注目して、あとメロディーも とてもいいので、その辺を注目しながら聴いてください。 This is The Lars with There She Goes. That was The Lars with There She Goes. どうなんですかね、僕日本に90年代いなかったので、その日本で流行ってる洋楽のバンドっているじゃないですか。例えば、まあ、90年代で言えばオアシスだったりジャミラクワイ、ディアンジェロなど、たくさんいると思うんですけど、この辺はどうなんですかね。少しマニアックなのかな、まあ、カリフォルニアに住んでたから僕がこういう音楽聴いてただけかもしれないんですが、まあ、それにしてもそのオルタネティブロックのバンドだけど、すごいメロディーがとても素晴らしいなと思います。で、今日はまだ2曲しか紹介してないんですが、まあ、この2曲の共通点はその生バンドっぽいサウンドかなと思います。もちろん今はその今でもその生バンドっぽいサウンドの、ロックバンド、ロックポップバンドっていうんですかね、いるんですが、すごくシンプルなんですよね、そのアレンジと楽器の編成などが。今だったらその例えばポップロックバンド、まあ、ロックバンドいてもちょっとだけ打ち込みの要素を入れたり、 リバースシンバル入れたり、いろんなその今っぽさを出す、まあ、プロダクションのテクニックがあると思うんですが、こういう音楽90年代のバンドとかってそこまでそういうのを使ってなかった気がします。だからこそ、シンプルだからこそ90年代っぽいサウンドが生まれているのかなと思いますね。あとはやっぱり空気感ですね、そのリバーブの使い方が、まあ、どう説明していいのかわかんないんですが、すごい空気感が90年代っぽいなっていうのもあります。では次が最後の曲になります。最後の曲は The New Radicals with You Get What You Give。この楽曲も割とシンプルなバンドサウンドで、ギターの感じとかも、最初に紹介した2曲にとても似てます。まあ、その辺が共通点なんですかね。なんか今回曲について話しながら自分も気づいてったって感じです。はい、では最後の曲です。聴いてください。 The New Radicals with You Get What You Give. Thanks for listening. 7-8 Music Curate